中国カリフォルニア州サンタクルーズ軍、サンタクルーズ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2020年現在は、メキシカンリーグのティフアナブルズ所属。愛称はスペイン語で肉屋を意味するエルカルニセイロ。2004年の MLB ドラフト15巡目で、シカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。トリプル A 級。 シャーロットナイツ在籍時の2009年6月18日に5イニングではあるが完全試合を達成した。7月22日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。9月3日のシカゴカブス戦で初勝利を挙げた。2010年11月9日に読売ジャイアンツと1年契約を結ぶ。2011年外国人投手枠の関係もあり。 開幕1軍は逃したものの、2軍で4試合3勝と結果を出し、4月17日に、セスグライシンガーとの入れ替えで1軍昇格を果たす。3試合目の先発となった5月8日の中日ドラゴンズ戦では4回に、3を投げて6失点で初黒星を起死した。ファームでは14試合の登板で7勝3敗、防御率2.54。 ホイップ1.05の成績を残したが、1軍では6試合の当番に終わる。シーズン終了後に自由契約となる。2011年12月20日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2012年、開幕をマイナーで迎えるも、5月にメジャー昇格。8月12日にサンフランシスコジャイアンツ戦で、キャリア初打点を記録した。 後半戦は75級制限を課して4人同ーテーションを組んだ先発陣を救援するピギーバック投手として起用され4勝した。ニューヨークメッツ時代2012年11月20日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2013年は33試合に登板し、うち9試合では先発として投げた。4勝6敗、防御率3.44。 ホイップ1.11という安定した成績を記録、特にリリーフでは力を発揮して、防御率1.47を記録した。なお、86.1イニングで15本のアーチを打たれ、基本塁打のペースは、やや高かった。2014年は、ほぼリリーフ1000人となり、先発登板したのは1試合だけだった。同年は73試合に投げ、請球面や変化球の試行 2015年8月1日、ヨエニス・セスペデスの加入により背番号を72に変更した。レギュラーシーズンでは59試合に登板し、通算200試合登板を達成。しかし、やや低調であり5勝6敗、防御率4.68という成績に終わった。2016年1月22日に、アントニオ・バスタルドの加入に伴って、リーフとなった。 2月1日にウェイバーを通過し、FA となった。2016年2月10日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだが、3月31日に自由契約となった。その後、4月2日にミルウォーキーブルワーズと1年契約を結んだ。同年はリリーフ陣の中心的存在となり、チームトップの72試合に登板。3勝3敗にセーブ。 防御率2.73、ホイップ1.15という好成績を残した。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。シーズンでは67試合に登板したが、防御率4.21、ホイップ1.52と成績は前年よりも低下した。オフの11月3日に FA となった。 2018年2月20日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月24日に自由契約となった。3月30日にはシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級シラキュース・チーフスで迎え、4月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 5月23日にリーフとなり25日にマイナー契約で AAA 級シラキュースへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2019年1月20日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加の AA、A、級 エルパソチワワズでプレーしていたが、5月16日に自由契約となった。5月26日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、30日に参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ配属された。6月9日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。6月22日にリーフとなり、24日に FA となった。 6月25日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。7月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。しかし、当番することなく、7月28日にセルジオロモの加入に伴ってリーフとなり、30日に自由契約となった。8月5日にサンフランシスコジャイアンツと マイナー契約を結んだ。2020年3月24日にメキシカンリーグのティフアナブルズと契約。最速95マイルパーアワーの速球とキレのあるカッター、縦のカーブが持ち味だが、請求に課題を抱える。牛角の大ファンで、中でもカルビスープがお気に入り。ニューヨークには牛角が4店舗存在するが、カルビスープがメニューにあるのは1店舗のみのため。 メッツ時代わざわざカルビスープがある店まで通っていたという同僚だったビッグブラックを付き合わせることも多かった。NPB ありがとうございます。